フェニックスプラザは、福井県福井下原一丁目にある文化、福祉複合施設である。1985年11月9日開館。福井中央卸売市場が、市北部の大和田一丁目に移転後、その跡地に、福井市と周辺12町村に係る田園都市中核施設として建設された。すでに、福井市の単独所有ではあるが、その経緯から、 現在も建造物名としては、福井市を冠していない。現在に至るまで各種式典やライブ、演劇など多岐にわたる祭事に利用されている。また、福井市出身の国際的水墨画家である、渡辺五千の大作、越前十回が寄贈されており、常時鑑賞することができる。当初は施設内に一部事務組合の福井堺地区、広域市町村県事務組合が、 組合本部や計算センターを設置していたが、後に福井市が電算事務を独立させて2012年に組合を部分脱退し、組合の動産や人員は、あわらし笹岡へ転出。その空きスペースを利用する形で、建物の老朽化が著しい福井市春山二丁目の旧福井市民福祉会館が担っていた、機能の大半が転入し、同会館の名称も、 当施設が引き受け現在に至る。指定管理者制度を導入しており、福井市ふれあい公舎が管理、運営を行っている。本館、別当並びに、それらの敷地のうち、福井市消費者センターの区画に限り、市条例により、市の直轄管理となっており、指定管理者委託していない。ありがとうございます。